こんにちは、じけです。たけです。お願いします。お願いはい、本日なんですけれども、またまたナイキということで、何を紹介するかと言いますと、ナイキでニットが登場ということで。 ってことはアパレルってことですかアパレルでございます,います。こちらですね。また、後スさんの方にですね、特別にお借りさせていただき、撮影させていただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。まあでも、これに関しては、アトモスさんのそのね、ナイキ担当の方に連絡もらって、こんなの出ますよ、みたいな。めちゃくちゃいいやと思って、もしよかったらっていうことで。僕も興味はあったんですけど、ナイキの担当の方からご提案いただいたみたいなのも正直あったりとかして。ただ、正直これに関してはもう、すでに発売してるものなんですよ。人気を博してるアイテムではあるんですけれども、まだ絶賛発売 中とということなので発売日は超えてしまったんですけども僕が紹介したいっていう気持ちもあって今回この動画を撮影しているというような感じですね。 はい<ー>ナイキのケーブルニットですね、はい、こちらがですね発売中ということでございましてこれね珍しいんですよ色合いもね素晴らしい色合いでしてジーケンさんって感じですよね俺,俺って感じ着ててもおかしくないです、ね <laughs> まあ、僕も全然気兼ねなく着れるようなアイテムなのかなと思って、はい、これちょっとまたいいですかっつってお願いしてちょっとお借りしたっていうような感じなんですけれども糸もね結構太めの糸で編まれてたりとかしてるので風合いもすごく良くて、はい、柔らかさもあるのでめちゃくちゃいいなと思 という感じですねブランドさんとかで普段出してたらすっごい高そうっすよねいやーそうなんですよまあちょっとお値段先に言っちゃうと1万8500円なんですよ安いなこれでうんでもナイキのアパレルからしたら <laughs> <あ>ちょっと高く感じる人もいらっしゃるんじゃないかなって感じですね古着、はい、とかで見たりするんですよナイキのニットって、はい、最近まで本当にこういう風うな、まあ、いわゆるカジュアルに寄せたようなアイテムってあんまり、まあ、ないことはなかったけどあんまり見られなかったんですが、はい、ナイキでこんなん作るんだみたいなある種新鮮な印象かなとも思ったりするん んですけれども、うん、ここで編み方でね数種を表現してたりするっていうところもまあ一番のこれは魅力ですかねフロントだけっすフロントだけ後ろに関してはケーブルニットのこの感じですねすごい人気らしくて、はい、後本さんの担当の人から聞く限りねめちゃくちゃ正直売れてますとただこれ僕思ったんですこういうふうなナイキのアパレルであったりとかをすごいチェックされてる方このニット出てるんだ珍しいな欲しいなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけども僕らがいつも言ってるようなサイジング合わせ方も含めたところをちゃんと 聞くらべたっていう動画自体はあんまり見てないので、この機会に聞くらべてみようかなって思います。というのも、なんと本当にご厚意でですね、各サイズお借りしました。<laughs> <laughs> 的にはここれどうでですか着たことないんで僕が着るというよりかジーケンさんが着てもらった方がイメージ湧きやすいと思いますわ、ね、かりました。もうゴリゴリナイキの数字も入ってるしな。はい、<laughs> そこもあるしイメージがつかないのかもしれませんけれどもベージュの他にもこのブラックもあるということなので<ー>ブラックはブラックでねまたすごい落ち着いた印象も伺いつつ編み込みで表現してるから、はい、同じ黒とはいえこの立体的に出てるから数紙もしっかり真っ黒でも見れるっていうような作りになってる感じですね。同色なのに分かるって感じですね。そうそうそうタグにもついてるんですけどムーブトゥゼ この風車ロゴが入ってたりするのでなんとですねサステナブルのアイテムだということでこれはめちゃくちゃいいですね僕のスタイリングをすいませんまた 160cm のちび野郎がね着比べたところで 165cm 以上の方々に関しては全然参考にならないかもしれませんけれどもですね、まあ、着丈ですとか、まあ、そういうふうな寸法とかも改めて記載しておきますのでそちらの方も踏まえた上でもし気になっている方がいらっしゃったらそのサイズをお確かめいただけたらなと思います、まあ、この動画を見てね少なからず1人でも多くの方がこれ試着しなくて2万円支払うのはちょっと怖い なってそうですねそれでいうと僕のアイテムどうなんだって話なんだけどねまあ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 そういやさすがです素晴らしいナイスアシストだから分かりやすいっちゃ分かりやすいですけどこれ商品だけパンって出されてもサイズ感何ってなるんでそれやってくれるってことですねそう 160cm しかないけどなそういうふうな感じでやっていきたいなと思います今回は M から2までご用意したんですけどもちょっとやっぱ撮影前に合わせてみたところ2はやりすぎでしたさすがにですので M から XL まで一応着てみたい なと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは行ってみましょう。レッツゴー。レッツゴー。はいということで来てみました。こんな感じですね。まずめちゃくちゃいいやんこれ。<laughs> いいね。そうしやっぱこうやって見るとわかりますね。ね。ここでしょう。はい。すごいいいわ。僕めっちゃ好みっすこれ。XL いらんな <laughs> ちょっと XL も行って、でも、せっかく借りたから、来てみましょう。いいっす。まあ、ごめんなさい。これね、あの、実は、ボメロ5と一緒にお借りしたものなので、まあ、ボメロ5も実際あるので、本当にこの合わせ方、もう、先にこっちを発売してるかもしれないけど、ボメロ5と合わせるっていうのは、めちゃくちゃありかなと思います。パンツもね、ごめんなさい。昨日と同じだったりすると思うんですけども、その合わせ方にはなってしまいましたが、昨日に関しては俺、水色のパーカーで合わせるじゃない全然言ったら、トップスを変えるだけで、<か>昨日のスタイリングした同じなんだよ。<か>全然雰囲気が 全然違うやっぱニットだと 余計な大人っぽく見えるっすね,ねボメロもある意味映えるしな、はい、色合いも完璧だサイズ感もやっぱりいいっすねちょっと個人的には M サイズがジャストなんだけどちょっとこのパンツしか今ないから合うものがね正直このパンツで言うと少し大きいかもねパンツのシルエットとしてはだからもしかしたら L の方が見え方としてはいい、ね、シルエットで言うと L の方がいいかもしんないでも個人的に体で言うと M サイズがジャストかなと普段のそのジーケンさんのスタイリングのパンツとかだったら M サイズで全然グッと ね、そうそうそう,そ,う,そ,うその人の体型もそうだけどパンツの太さだったりとかシルエットとかも含めてご判断いただければと思います参考になる方がそんなにいないかもしれませんけどもすいませんね本当にじゃあちょっと L サイズも着させていただきます、ね、はいはい、はい、L サイズですこんな感じパンツのシルエットで考えたら L だね,ね商品ページにもあったんだけどちょっとオーバーサイズとか大きめの作りみたいなのも書いてたしまあそういう風な着方でやるんだったら160でも L で全然いいんじゃないかなとも思いますほらここら辺のたるみもあるから袖幅だったりとかもね、まあ、ニットを の着方にもよるけどこのぐらいのパンツ履かれる方であればこういう風な L サイズのちょっとゆったりめにニットを着るっていう風なパターンでいいんじゃないかなと思います一応ねスニーカーで合わせてみてるんですけれどもナイキのものなんでナイキの靴で合わせるものだと思うんですけどもちょっと1個持ってきたのがあるので僕の私物でちょっと合わせてみたいなと思いますはいこんな感じですトムシーヨーさんとバルの僕がいつも履いているジャーマントレーナーの靴ですねナイキでこういう風に合わせるんだったらジャクムスのフマラみたいな感じとかで合わせるのもいいかもしれない しこういう風なスニーカースニーカーしてない感じにも合うっていうのがまあ、ニットのポイントなのかなと思いますどっちが好きですか僕はこっちですポ <laughs> メロが悪いとかじゃないですかポ <laughs> メロはいいのよこれのポメロはめちゃくちゃ僕気に入ってんのこれもありだよねって感じだよね 俺もどちらかって言ったらも,もしかしたらこっちを選ぶかもしれないけど、ニット自体ちょっとむずいなって思う人に関しても、別にスニーカーを目立たせるような感じではなく、トータルコーディネートでって感じで、靴を選んだ方がいいかもしれないですね。まあこんな感じです。はい。せっかくお借りしたんで、XL も着させてもらっていいですかお願いします。じゃどんな感じなのか検証してみましょう。お願いします。はい。XL。<laughs> ちょっとやりすぎっすね。 なんか、あんなイメージ。ジャストサイズで買ったニットをハンギングしちゃって、気づいたらめちゃくちゃ伸びてたっていう,う。肩が伸びてるみたいな感じ。感じのイメージです。正直でもこういう人もいるんじゃないかなと思います。ちょっとゆったり着たいな、ニットみたいな感じで言うんだったらこういうのもありかなと思うんだけど、まあ僕的な意見だとやっぱりこういうのはジャスト。で、気持ち大きめぐらいまでは共用範囲かな,みたいな感じなので、まあちょっとさすがにこれをやりすぎかなと思うんですけども、着丈、見幅、もろもろ、ちょっと記載している通りの寸法だったりするので、もしよかったらぜひ皆さん チェックしていいたただけたらなと思いますちょっと日が暮れてきそうですけどもちょっと黒だけもう着てもいいですかはい、ということで黒の M サイズはいどううでしょうシャレコンド今回は、まあ、またスニーカーを合わせればいいんでしょうけど僕のスタイリングっていう感じなんでトムシーの靴を履いてます。 で、この靴に合わせて、ハンドニットのハットをかぶってるんですけれども、黒だとやっぱりちょっとね、こう見え方としてシュッとするよね。そうっすね。うん、引き締まってるって感じですかね。だから、M サイズで、まあ、さっきのパンツよりかは、ちょっとだけ細いんですけど、まだ言うて、少し太めのパンツだったりするから、もしかしたら、こういう風なパンツとかでも、L の方がいいかもしれない。そのトップスがシュッと見えることによってね。だけど、まあ、サイズ感で言うと、僕、やっぱ M だなと思いますね。スウォッシュ自体も、さっきのそのベージュに比べると、こうやって見るとですけど、目立ちに すね、あ,あそう近くで見たら数種なんだっていうそのさりげなさがいいよねめっちゃわかるこれ多分ね黒俺好きだわベージュのあの色ってニットで言うと定番じちゃ定番じゃん、うん、まあ黒も定番といえば定番なんだけどこの数種を見せるか見せないかみたいなところで言うとそのさりげなく数種が入っているっていうところは黒が一番いいのかもしれないね <laughs> まあこんな感じです L サイズで着てみましょうはい、はいはい、L サイズ よいしょよいしょこんな感じですけどもどうですかやっぱ L だねこの太さだったらもうちょい細いパンツだったら M でいいと思うんだけど L もちょっと気持ちやっぱゆとりはあるんだけど少しもここも僕の体的には詰まってたりするんですけどもまあ L サイズぐらいでも全然問題なく着れるかなって感じですねブラックはやっぱりベージュに比べると引き締まって見えるんで、うん、まあそのパンツっていうのもあるかもしれないんですけど L サイズの方がサイジング的には合ってますね僕もそう思います靴をねあえてててスニーカーカにしなないっていっうところは、まあ、僕なりのポイント ポイントにしてはしてるんですけども皆様からしたらそれこそカジュアルにしてるからスポーティーなものってあんまり合わないと思うんですよ。まあ合うものもあるかもしれないけど例えばそれこそエアマックスとか多分僕合わせないと思うんですよこれだったら。とかジョーダンとか合わせなのエアフォースとかダンクだったらまだわかるけどって感じだけどそのスポーツスポーツしてるような印象がうかがえるようなスニーカーは多分避けた方がいいかなと思ってます。ですのでまあこういうふうにあえてこういう革靴っていうような感じで合わせてはいますけれどもこういうふうな感じで合わせてもいいんじゃないかなっていうところと、まあ、皆様スニーカー好きな方 に関しては、そういうスポーティーじゃないような靴で合わせるっていうところがポイントだと思います。大前提として、あくまでもこれはレザーシューズとかそういうトマンド仕様さんのやつなんで、まあ、そういうふうなスニーカースニーカーしてないところで合わせるって感じ。だから例えば他社のスポーツシューズメーカーと合わせるのはある種ごはっとっちゃごはったかもしれないそうですね。こ、うんだけ数種が入ってるからね。まあ全員が全員そう思わないかもしれないですけど、10人中9人ぐらいは多分9.5人ぐらいは思いますからね。 だからそこだけ注意すればまああとはご自身の合わせ方によって何でも合わせられるかなと思いますだからニットっていうもの自体の苦手意識っていうのをナイキが作ったこのニットで払拭できるきっかけになるんじゃないかなって思うので皆様ぜひねチェックしていただけたらなと思います、はい、じゃあエンディングいきましょう ということで、いかがだったでしょうか、はい、まあ僕なりに比べてみたんですけれどもですね。まあ、XL はやりすぎでしたね。そうですね。やっぱ、<laughs> ね、ニットなんで余計ね。ちっちゃい子がなんか、パパのやつ着てるみたいな。そんなことは思ってないですけどね。<laughs> 思ってない。そんなことはね。自虐っぽくなりましたけど、今。まあ改めてね、お値段の方説明させていただくと、税込みで2万と350円になります。もし、前々からこのアイテムが欲しくて、でもサイズ感がわかんなくて、2万円支払うの怖いなっていう方がいらっしゃった中で、この 動画が参考にになななっったたたら嬉ししいかかかと思ううんででですすけけれれどどども実際はは今回はちょっと着用さやっぱりベージュっていうのは、いつも通りのジーケンさんのイメージがあったんですけど、<laughs> はいはい、ブラックっていうのはイメージないんですよ。なくて、でもやっぱりしっかりとはめ込んでくれたっていう感じがあったので、っぱ全然色が違うだけで同じそのニットのパターンでも違ったスタイリングってあるんで、うん、本当にニット好きな方だったりとか、これ本当単色で1個買ってもらった時にいいなと思ったら別カラーで同じサイズ行っても全然いいんじゃないかなって。<laughs> 2色がいいまさかの2色が <laughs> こいけるんじゃんでもまあ持ってても使いやすさは抜群だし、はい、僕も2枚買いはちょっと検討するかもしんないけど、はい、でも言った通りで本当に僕自身も着てみて思ったのはもう合わせやすい、まあ、ニットっていうアイテム自体が難しいなっていう人 風な人そもそもそ着ないいいから食わず嫌いというか、はい、まあそういう風な感じの方もいらっしゃるという中で、もう本当にスウェットみたいなノリで着用したらいいと思いますし、アウターとかの中に、スウェットじゃなくてこういうニットとかを中に入れることで、また違うとある種大人な雰囲気。はい、まあスウェットが子供とかじゃなくて、ニットを入れることですごい落ち着いた雰囲気になって、また違ったスタイリングの楽しさっていうか、自分自身のスタイリングがまた違う風になるんですよ。はい、これを変えるだけで。プラスアルファ、新しい感じ。 でそうそうそう黒のスウェットにするかニットにするかで、まあ、もちろんアウターの素材とかも含めてちょっと選んでほしいんですけども、はい、まあそういうふうな感じでトトトッッップススののの中ににパーカーカウェっってていいいいううう選択肢の中にもう一個ニットっていうのを入れたたらまま面白いと思います、はい、ですからナイキさんもこういうふうなものを展開しているっていうことはストリートファッションっていうところも見つつでもこういうふうなカジュアルにシックに着こなせるようなアイテムとかも展開しているっていうのもまあ昨日のボメロもぶっちゃけそうじゃん。そういういな感じでナイキも 打ち出しをしをていいるんじゃないかななか、まあ、勝手な目測ではありますけれどもそういうふうに感じますので、ぜひね、このニット、多分もしかしたら来年出ない可能性もあるし、こういうふうなタイミングで,ですね、ぜひ買っていただけたらなと思いますね。毎年毎年出てるアイテムじゃないですもんね。そうそうそう。なんか一番今回、ナイキのアパレルでですけど、まあ、デートチャンネルの引き続きっていう感じになるかもしれないですけど、<laughs> デート行けますよね。い行ける。全然行けるね。そうですよ、ね。ーデート行けるって言ったらあれですけど、<laughs> これ来たらデート行ける <laughs> これはね、デート行けます。<laughs> スウェットでなんか高いところ ご飯すいです、ね、確かに確かに確かにこれにコートとか羽織ったりとかするの、はい、めちゃくちゃかっこいいじゃんねですからまあそういう風な感じで合わせていただけたらなと思います概要、はい、の方にアトモスさんの商品ページカラー別で掲載しておきますのでそちらの方でチェックしていただきやっぱりもう人気ということなのでちょっとサイズかけも見られておりますけれども、はい、サイズがまだあるうちにゲットしていただければなと思いますだって僕自身もちょっと満を持して今回僕のブランドの話になっちゃいますけどもニットを展開するので、はい、やっぱニット は今注目のアイテムですよですからナイキが好きな方であったらマストでチェックしなきゃいけないものだったりもするかもしれないので何とぞよろしくお願いします。はい、はい、ということで今回はここまでさせていただきます。お